どうもヘルマンチャンネルです、今回はねこのね夏場ベランダで飼育してる、ヘルマンリクガメ2匹、両方ともねメスなんですけども、これのねもう約1年ぶりですね。前回ね去年の8月に、こっちの大きい方がね、卵を産んだんですが、その時にね一旦身体測定してたんですが、今回ね1年ぶりに身体測定をしていこうかなと思います。でかくなってるのかどうなのか見ていこうかなと。今ねお盆のシーズンですけどどうですかね皆さん。今回はね僕は全然出かけることもなく、ずっとね、ペットの世話とか、ダラダラして過ごしてますが、本当暑いっすよね最近。リクガメね比較的温暖な気候を好むというようなリクガメではあるんですけど、さすがにねこの暑さで外出してて大丈夫なのかっていう心配になるぐらいのね連日の暑さ、関東ですけども、関東は本当暑いですよね。もう毎日35度とか超える、だからもう体感温度、あれね涼しいところで測ってるんで、もう体感温度なんかでいうと連日ね40度を超えてるような感じなんじゃないでしょうか。で暑いせいかね分かんないですけど、もう食欲がねとにかくすごいですね。もう毎日ねかなりの量をね食べてます。でこのちっちゃい方なんですけども、甲羅がね結構地上からトップまでかなり高くないですか。甲羅のね形がねすごいこんもりしてるんですよ。ヘルマンリクガメっぽくないっていうかね、ヘルマンリクガメねそんなに甲羅こんもりしないと思うんですけども、このちっちゃい子はねなんかヒョウモンリクガメみたいな感じで甲羅がねすっごいこんもりしてて気に入ってるんですけどね。ちょっと一番上のところがね大きい方に比べると若干ボコついちゃってはいるんですけども、甲羅の形はねすごいこんもりしてて綺麗かなと思ってます。で今ね与えてるのが、外でね取ってきた、夏場はもうねほぼ基本ヤブカラシ、もうねヤブカラシ以外はねちょっと取るの大変ですね。逆に多すぎてなんかねもう虫とかもついてるし、なんか他の草の中に入ってたりとか、他のをねより分けて取るの大変なんで基本はヤブカラシ、あとはね取りやすいヤブマオですね、これをね基本ベースに、あとはたまに白菜とかね野菜とかも気が向いたら与えてるっていうような感じですね。最近はねよくスイカを与えてました。ではね早速大きい方からね体重測定をしていこうと思います。1キロ超えましたね。 1050g、 前回ね出産した後ぐらいがだいたい 900g ぐらいだったんで150g ぐらい1年間で増えてますね。まだ成長してるってことなんですかね。甲羅のね大きさはもうあんまりほとんど変わってないと思うんですが、体重自体はね1050なので、ようやく大台に乗ったかなっていう感じですね。どうなんですかね、メスとかよくねウェブとか見てるとね1400とかねある子も結構いるみたいなんで、1キロぐらいが標準なのかどうなのか、若干もしかしたらメスとしては小ぶりかもしれないですね。甲羅のね長さも、これから測りますけど多分20センチはないんで、大きい個体だとね20センチぐらいになるっていうふうに言われてるので、もしかしたらちょっとこの子はね比較的ヘルマンリクガメのメスとしては小ぶりな方なのかもしれないですね。はい、であとはね甲長の長さを測ってきます。甲長のね長さ測るの結構難しいんですよ。なんでちょっとねまず 紙にだいたい線引いて、それで測る感じにしようかな。これちょっと今画像を見るとちょっと内側に入っちゃってますね、ペンが。
だからプラス1センチぐらいかもしれないな、測ったやつの。まあ、こんな感じでまず紙に甲羅の長さを、輪郭を写して、これをメジャーで測っていく感じにしてます。まあ、この子はね、もう甲羅自体はね、大きくはなってないと思いますね。だいたいね、今17センチ、測りで17なんで、でまあちょっとさっきね、ペンで内側に入っちゃってたんで18センチぐらいですかね、実際の長さとしては。だからまあまあ、まあ、20センチ、大きくてだいたい20センチぐらいってことなんで、まあちょうど標準的なサイズかもしれないですね。はい、で続いてはね、小さい方、600超えてますね。去年ではね、だいたい 300g だったので、ほぼ倍になってますね、重さ的には。だ1年間で相当成長してる、まあ、成長スイッチが入ったっていう感じでしょうね。まあね、甲羅もちょっと上がね、だいぶボコッとしてきたのは気になってたんで、まあ、かなりね、早いペースで成長しちゃってるかもしれないですね。あんまりね、急激に成長させるとね、甲羅がデコボコしやすいかなとは思ってるんですが、まあ、ただね、基本的に野草をメインに与えてるんで、あんまり気にせず食べるだけは与えちゃってるんですけども、まあでもね、去年300だったんで、まあ、1年間で約300増えて倍の大きさになりましたね。まあ、以前はね、1号の、まあ、大きい方とね、比較すると本当ね、ちっちゃいね、サイズで、まあ、ベビーとかも言ってたんですけども、もう今はね、結構見劣りしなくなってきました。で同じようにね、今度は好調を測ってきます。これもね、さっきと同じように、この子はね、あんま暴れないので、まっすぐ測っていこうかなと。なんかちょっとペンが内側向いちゃってるかもしれないですね、こっちも。まあ、これは比較いいのかな、これで。はい、まあ、こんな感じで甲羅の輪郭を取って、ここを、まあ、さっきと同じでね、メジャーで測ってきます。14センチぐらいですね、14センチ。なんで、まあ、さっきの大きい方の1号が17センチ18センチぐらいなんで、まあ、4センチぐらい短いぐらいの感じになってますね。まあ、餌をね、食い散らかして、もうさっさとね、リクガメたちはシェルターというかね、箱の中に入っていきました。まあ、ここはね、ベランダ、夏場ね、飼育してるベランダですね。まあ、ようやくね、なんか日が出てきたせいか、まあ、梅雨の時ね、いまいちだったんですけど、まあ、クワがね、新しい葉が出てきたので、そろそろ与えられるかな。これまではね、葉がすごい小ぶりでね、ちっちゃかったんで、あんまりリクガメにね、与えるほどの量がなかったんで取れなかったんですけども、だいぶなんか新しいね、目というか葉が出てきましたね。まあ、これが大きくね、なってくれればリクガメの餌にも使えるかなっていう感じです。で、あとは雑草の赤爪ですね。この辺はなんかね、これも茎がね、うにょうにょってでかくなって、葉がそんなに大きくならないですけどね。まあ、全体はこんな感じ。はい、ということで、今回はヘルマンリクガメの約1年ぶりですね、の身体測定をしていったところをご紹介させていただきました。いつもご視聴のほどありがとうございます。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。で、これはね、部屋の中で育てているフィカスなんですけども、葉がね、めちゃくちゃでかくなっちゃったんですよ。これなんか光がね、足りないと葉がでかくなるらしいんですが、この下はね、アイビーのなんか変わったやつ、これは結構順調に育ってますね。で、フィカスね、なんか枝がね、枝っていうかこの幹がね、細いんですよね。これ全然太くなんなくて、で、上に上にひたすら伸びていくんで、これなんかうまくね、育てる方法ないですかね。
まあ多分日が足りないからこんな感じになっちゃってるんで、外に出さないとダメなのかもしれないですね。まあ、あのね、外出すと虫がついちゃうんでね、まあ、その辺が微妙ですよね。